皆さん、こんにちは。田崎です。今回は、あの、熱期間についての私たちの数年前の仕事についてお話しようと思います、まあ。そういう意味では、あの、ガチの研究についてのトークということになるんですが、まあ、この解説そのものは、えっ、ー、と、熱力学ということについて、まあ、ざっくりとした知識というか、記憶があれば、わかるように作りましたので、まあ、ご覧ください。 でまあ、まずはデモからということで、あの家の中からこれを発見してきました。でこれはですね、スターリングエンジン。今字幕が出ますがです、ね、スターリングエンジン。昨日英語版を作ったんですが、スターリングエンジンですね。と呼ばれているもので、まあ、これはもちろんおもちゃですけれど、あの学研の大人の科学という企画で作られたもので、多分あの非常に綺麗だし、とてもよくできています。 どういうものかというと、まあ実、本当の熱機関です。ヒートエンジンです。で、あの、これをですね、何か熱いもの、例えばコーヒーカップにお湯をなみなみと注いで、その上に置くと。そして、しばらく待つと、これがあの勝手にくるくるくる。 ですね、で実際うまくくるくる回ってたんですがこう数年ぶりに取り出してきたらやっぱりうまく回りませんでしたでもあの嘘ではだから今日は実はデモはお見せできないんですがあのでも嘘ではなくて本当にあの回っていましたなので回っているフスをご覧になりたい方はですね、あのこのビデオからリンクしている私のページに行っていただくとあのこれと同じ、まあ、これそのものではないですが同じものをくるくる回っている YouTube のビデオす リンクを貼っておきましたので、ぜひそちらをご覧ください。では、こちら、本題に入りましょう。はい、まずは背景と動機からです。で、私たちが興味があるのは、熱機関ですで。熱機関っていうのは何かっていうと、まあ、ざっくり言うと、熱を仕事に変換する装置。熱って何っていうと、これはまあ真面目に言うと力学的でないエネルギーのやり取りとか、まあ、難しいんですが、まあ、ざっくり使えないエネルギーと思っておけばいいと思います。 で、仕事っていうのは使えるエネルギーですね。そういう装置っていうと、まあ、パッと思いつくのはこういう感じで、ここになんか熱源があって、そこから熱、エネルギーを奪って、で、それを仕事、力学的エネルギーに変えて重りを持ち上げる。でこれあの、エネルギーっていうのは保存しますから、えーと、ちゃんとこの熱、吸収した熱エネルギーとこっちの位置エネルギーですが、エネルギーは バランスしてなきゃいけませんが、そうやれば、これはエネルギー保存則は満たします。あるいは、もっとこう便利っぽいですけれど、まあ、本質的には同じことですが、部屋なり、こう、水があったかいやつを冷やす、この装置を使うで。そうすると熱エネルギーが減りますから、その分、この iPhone のバッテリーを充電すると。まあ、これがあれば、夏は冷房をしながら、携帯が充電できるという、めちゃめちゃ便利な装置ですけれど、あの、で、これもエネルギーは保存します。ただ、えー こういう装置は作れないということがわかっています。まあそうだろうと強く信じられていて、これらは第2種永久機関と呼ばれている装置に分類されて、熱力学第二法則によってこういうものは存在し得ないだろうと考えられています。じゃあどういうものが存在するかというと、まあここに書いて実現可能な熱機関、まあ、えー、っと、ここに概念機関と書いてありますが、えー、っと、それは 二つの熱浴、二つ以上の熱浴と接して周期的に運転するような装置です。でまあ、ここにざっくりした絵がありますけれど、一回の周期の間に高温の熱浴から QH だけ熱を、QH ですね、ハイ、はい、か、はい、テンプリジですね、だけ熱を吸収して低温の熱浴に QL だけ熱を放出します。で、そうするとエネルギーは保存しますからあのあ、これエネルギーですが、この差の分が仕事として外に取り出されると。 まあ、それが、あの、熱期間ですね。ここにざっくりした絵があります。QH 吸って、QL 吐いて、外に W の仕事です。これが高温の熱力、低温の熱力なんですが、すいません。あの、温度の代わりに、温度の逆数を取った逆温度という、そのまんまですが、そういう量をここでは使っています。で、これは、あの、統計力学の世界では、このベータの方が本質的な量なので、まあ、ちょっとそっちの流儀を使わせてもらいました。 ベータ H 小なりベータ L ですが、これ逆数なので、こっち側の方が温度が高いと。そういうことになっていますで。こういうものはもちろん本当に実現可能で、まあ実際さっきお見せしたスターリングエンジンっていうのはこういう意味での熱機関ですね。あるいは機関車、トーマス。あるいは、ここにもっと本格的なものですが、石炭発電所。こういうところはみんな、そのこういう意味での熱機関が使えるエネルギーを作り出しているというわけです。 それで、えっ、ー、と、熱機関を特徴づける重要な二つの量があります。で、それが、えっ、ー、と、効率と、えー、仕事率です。仕事率はパワーと言うんですが、で、えっ、ー、と、どういうものかというと、まあ、まず、今お話しした一般的な熱機関を考えましょう。で、えっ、ー、と、これが取り出される仕事ですけれど、効率っていうのはもう本当その通り効率で、えっ、ー、と、この W、外に取り出される仕事を吸収した仕事で割ったのが、 えーっと、<laughs> 効率です。ですね。で、もちろん効率は100%、1を超えることはないわけですけど、実はその1を超えないだけではないということに気がついたのが、っと違うような感じでしましたが、カルノーという人ですで。カルノーが気づいたことっていうのは、このイーターという量ですね。この熱機関の効率というのは、どんなに頑張って素晴らしい熱機関を設計しようが、決してですね、 ここにあるこのカルノー効率という量で。これは2つの温度の熱欲だけで決まってるんですけど、このカルノー効率という量を決して超えない、超えられないということにカルノーは気づきました。これがまさにあの熱力学の核心にあるあの考えというか、あの事実で、まあ、これをもとに熱力学の体系が作られたと言っても過言ではありません。なので、まあ、とにかく効率は高ければ高いほどいいんだけれど、それが100%、まあ、1ですね、には達しないと。 これはもろに1より小さいのであのこの1よりも小さいこの値にしか迫れないということがよく分かっていますで。これちょっと今出すつもりで先に出てしまいましたがもう一つの重要な量は仕事率です。で仕事率っていうのはパワーと言ってもいいんですけど、えー、とタウっていうのをこの熱機関がぐるっと一周するのにかかる時間だとしましょう。このタウの間に W だけの仕事が取り出されるので W をタウで割ったものがその単位時間あたりに取り出される仕事ですね。それはまあ仕事率と言っています。パワーです。単位はワットですね。でそうすると、もちろんこのワットは大きければ大きいほど嬉しいわけなので、えー、と仕事率の大きなエンジンが欲しいと思うのは当然。 で、じゃあ、これについて、仕事率についても何かそのカルノーの定理のようなことがあるかというと、これもう出しちゃいましたが、熱力、後でまたちゃんと触れますが、熱力学の普通の体系では、仕事率について何か制限というものはありません。なので、まあ、じゃあ実際仕事率がどうなるかということは、具体例で見てみようと思います。で、えっ、ー、と、そのために、あの、よく、これは熱力学を学んだ人はみんなご存知のカルノーサイクル、カルノー期間というものを考えてみましょう。 で、もうここではカルノ期間、ちゃんと説明はしませんが、えっ、ー、と、トーン過程低。これは高温の熱力と接したトーン過程、断熱過程、低温の熱力と接したトーン過程、断熱過程を繰り返して、ぐるりとサイクルになって何周もするということです。で、これは、あの、熱力学で必ず学ぶんですが、この熱期間、このカルノ期間の仕事率を計算してみると、それは ETA-C ーーですね。からもうこれはその、 原理的に達成可能な最大の効率を持っているという、まあ、そういう意味では素晴らしい熱機関です。ただし、このカルノサイクルを実現するためには、こういうプロセスというのをものすごくゆっくりやる必要があります。まあ、あの純正的にやる必要があり、実行する必要があります。でそのために、この熱機関が一周するのにかかる時間というのは、その理想的なカルノサイクルを実現するためには無限になります。 で、W はもちろん有限ですから、これ割った仕事率というのはゼロになってしまいます。というわけで、カルノー期間っていうのは仕事率については完全にチャンピオンで、この世界で達成し得る最大の仕事率を達成していますが、逆にパワー、仕事率ということで言えば、あの、最低です。ですので、そういうことを見ると、ここでその次のような根本的な疑問が生まれます。つまり、カルノー効率を達成して、しかも、 仕事率がゼロでないような熱期間はあり得るのかというわけですね。でまあ、そういうことを考えるのに、まあ、まず例を考えてみればいいと思うんですけど、まあ、で例としては、そのカルノー期間に近いものを考えるのがいいでしょう。でカルノー期間がそのものすごくのろかった一つの理由は、例えばこのプロセスでは、エンジンの温度 βh、逆温度ですが、βh と熱浴の温度 βh が完全に等しいです。でまあ、本当に等しいと、これ、熱は流れない。 この黒矢印は熱流です、ね、だからまあ本当に無限小だけこっちの温度を低くして流してやろうということを考えていると思っていいと思います。なので、うんとちょっと待って、今の言い方はちょっと不正確か、そうですね、今の撤回、とにかく非常にゆっくり動かすんですが、まあ、その時にこの2つの温度はとにかく等しくしてあります。 でまあ、そのためにここに流れる熱っていうのは非常にゆっくりしかないんですね。それで、えっ、ー、と、ちょっとこれを少しここを改良して早くしたバージョンっていうのを考えようと思います。で、これがそのカルノ期間に近い熱期間なんですけれど、ここのプロセスで、まあ今言ったようにわずかに温度差をつけてやると。で、こっち側をデルタベーターだけこ高くしてるみたいですか、逆温度だから。 低くしてるんですけど、あの、こっちはエンジンの温度を少し下げてやります。で、まあそうするとさっきより太いバンバン熱流が流れて、こっち側もエンジンの温度を今度は低温熱源よりちょっとだけ高くしてやります。そうするとバンバン熱が流れるだろうというわけですね。で、これで作った熱機関の効率はどうなるかっていうわけですけど、まあざっくりした、これ、これは近似的なざっくりした議論ですけれど、まあここで、こう、エンジンの温度がある意味微妙に変わってしまったので、 まあこのカルノー効率を持ってきて、で、この温度のところに、熱力の温度ではなくて、このエンジンの温度を代入すれば、まあ、多分これ、この熱機関の効率が、大体、最大効率が評価できるでしょう。なので、これを入れて、で、まあ、どうなるかっていう、まあ、ほぼ明らかなんですが、デルタベータについて展開して、1時まで取ったものがこうなるんですが、そうすると、ここで温度差をつけたことによって、この最大効率、イーター C がカルノー効率ですね。 この効率はカルノー効率よりも下がってしまいます。温度差をつけたことによって下がってしまったというわけですね。で一方です、ねこれあの、今度はこれ無限にかからないでいけると思いたいわけですが、えー、と望み得る最小の周期というのは、まあ、最低でこれだけのエネルギーを熱とエンジンの間でやり取りしなきゃいけなくて、これが熱流ですから、これ割り算したものですね。 温度差が小さいときは、熱流は温度に比例し、温度差に比例するとしましょう。でこの比例係数カッパをまあ熱伝導率と呼んでおきます。そうすると、ここに熱伝導率が来て,っていう、まあ、だいたいタウは高評価できるわけです。この、ここにこう見比べると、デルタベータを含んだ式が2つあるので、こいつらを連立して、デルタベータを消去します。そうすると、タウ。この熱、カルノーに近い熱機関の周期タウと、 効率イータータの間にこういうい関係があることがわかりますで,ここでイーターをイーター C に一生懸命近づけていくとまあここが小さくなるんだからこれが大きくなってタウは無限大に発散しますねつまり効率イーターが最大効率カルノ効率イーター C に近づくと仕事率は必ずゼロに近づいてしまうということが分かりましたでもただこれはあくまで一例ですね でこういういカルノー期間という非常によく知られたものをちょっと変更したものを考えたらこうなると言っているだけなので一般の熱機関でどうなるのかものすごく非平衡なものを使うとかなんかその家電粒子に磁場をかけてとかすごくややこしいことをしたときに何がどうなるかというのは全くわかりますここで少し言ったことなんですけどこのも根本的な問題ですねカルノー効率を達成してしかも仕事率がゼロでない熱期間は存在しうるのかという。 この問題に、えー、とは、熱力学だけでは答えられません。でなぜなら、熱力学には時間スケールの概念っていうものがないんですね。で熱力学は、のこの状態からこの、この平行状態からこの平行状態に行けるかとか、そういうことをもっから議論するんで、どれぐらいの速さで行けるかとか、そういうことはわからない。 というわけで、あの、熱力学だけではこの問題には答えられません。今、まあ、答えるためには何らかの方法で熱力学に時間スケールを持ち込むか、あるいはその全く別のミクロな体系から話を進める必要があります。まあ、我々はそういう方向で進むんですがえ、ここではその非平行統計力学と呼ばれる方向からアプロー、この問題にアプローチします。それで、あの、まあ、先行研究はたくさんあって、まあ、これすでに ずいぶん前の2016年時点での先行研究ですけど、こんなものがいろいろありました。それで、えっ、ー、と、我々の結果についてお話ししようと思うんですけれど、この論文に書いてある結果です。えー、共同研究者は白石さん。あの、一緒にやった頃は実は慶応のポスドクだったんですが、今学習院の同僚です。これが斎藤さん。で、まあ、これが私ですね。えー この研究の設定ですけれど、先ほど言いましたように、その統計力学的な立場に立つので、熱機関っていうのは、一般に、まあ非常に小さな粒子、まあ分子とかそういったものがたくさん集まった古典力学的な系とします。N はいくら大きくても構いません。10の何十乗ということを想定してください。で、粒子同士の相互作用や外力ポテンシャルは完全に任意です。で、まあこれが、すみません。これが、えっ、ー、と、 熱浴と接しているので、熱浴の影響も記述しなきゃいけないんですが、えっ、ー、と、それはランジバン型のランダムな力という、まあ、それが標準的なやり方なんですが、えっ、ー、と、それで記述します。で、あとですね、これまあ、熱期間にしなきゃいけないので、まあ、さっきあの、 春のサイクルの例がありましたが、機体をシリンダーに入れてピストンを押したり引いたり、あるいはこっち上の熱浴とくっつけたり、下の熱浴にくっつけたりとかいった、っ、まあ、そういうややこしいことをしなきゃいけないわけですが、えー、とそういうものはなんかその外にこれを制御する人がいてで、これを動かしたり、ここをくっつけたり離したりといったことを周期的に制御すると。まあ、そういういうに 設定します。でまあ、これは非常に標準的な設定ですし、マクロな熱機関であれば、すべてのものはこれで記述できるというふうに考えられています。で、この範囲内で、っ、えー、と我々がやったのは、えー、この根本的な問題、カル能効率を達成し、しかも仕事率がゼロでない熱機関は存在しうるのかという問題に対して、存在しえないという、まあ、残念ながら、そういう夢のような熱機関はないという、えー、答えを出しました。 でえー、と我々が示したのはちょっとややこしいですけどあのここに書いてあるこの不等式が成り立つということを、えー、厳密に示しましたでこの QH とか QL っていうのはすでにこの上に書いてある熱力とやり取りする熱ですねでタウはこの2の熱期間の周期でイーターはその2の熱期間の効率です,で、えーとですね ここでスイーターバーっていう量だけ知らないんですが、これは、ね、K の状態と熱力の設定に依存する量なんですけど、ちょっとここ下を出しますけど、あの熱期間の状態が平行状態に近いときには、このスイーターバーっていうのはさっき出てきた熱伝導率カッパに近づいていくことが分かっています。なので、スイーターバーっていうのはこれは熱伝導率のお化けみたいなものだと思っていただければいいと思います。ちょっとこれをいじるとこれが出るんですが、その前に。 あの、さっき、カルノ期間を少し早くした期間というものを近似的に取り扱ったんですけど、えっ、ー、と、その時に出てきたタウとイーターの関係がこれです。でこれとこの我々の不等式の右辺と比べてほしいんですけど、これそっくりですね。θ ーーバーとカッパが違うだけなんですけど、θ ーーバーは、あの、平行に近いとカッパ、熱伝導率に一致しますので、実はこの右辺とこの右辺は同じです。ということは何を言ってるかっていうと、この厳密な不等式っていうのは、あの、 ギリギリの不等式。英語だとオプティマルって言いますけど、これ以上改良できないギリギリの良い,い不等式になっているということが言えます。で、この不等式そのものを見ていてもちょっとよくわからないので、これをちょっと損をするんですが、ごちゃごちゃごちゃっと書き直すとこの形になります。では、この意味することについては、次のページで見ましょう。まあこれ ある意味簡単なことなんですけど、これはこちら側が仕事率で、こっち側に効率が入っていて、その間の不等式を示しているわけですねで。そこに逆温度とこの熱伝導率の親分みたいな量が入っています。ここに、えっ、ー、と、エンジンの効率と仕事率、えっ、ー、と、概念期間の効率と仕事率を二次元にプロットしました。もちろん僕たちは効率が高くて、しかも仕事率が高いエンジンが欲しいんだから、どかこの辺のものが欲しいわけですよね。 だけど、えっ、ー、と、これより右側はダメだぞっていうことは、もうすでに200年ちょっと前、200年弱か前にカルノが言っているわけです。で、この我々の SS 白石斎藤多崎の論文で書いたことっていうのは、この、これより左側でカルノには定職しないところでも、この放物線よりも上側、このところは絶対に実現できない。まあ、できるとしても、これ、英語を日本語に直すの忘れた。ここは可能で、あまあ、 とにかくこの外側は絶対に許されないということが我々のことから結果から言えましたつまり、えー、効率的な熱機関っていうのはパワーが出ないという、まあ、これがタイトルにもあることですがそういうことがこれで示されたというわけですであのちょっとここで終わってもいいんですけどせっかくなのでちょっとだけそのどういうところからこういう 関係が出てくるかという最も重要な確信になる不等式をちょっとだけ見ておこうと思います。これ、あの、私はインプル・シライシ・サイト・バウンド、改良されたシライシ・サイト不等式と呼んでるんですが、あの、シライシさん、斉藤さんと、これ、3人の共同研究ですけど、この3人でやる前に、お二人で、あの、いろいろされていて、すでにこの不等式のちょっと悪いバージョンがあったんですね。でまあ、それを改良することに成功したっていうのが、3人の共同研究の主たるあの貢献です。 まあこの改良版はとても綺麗で、あの僕は大すごく気に入っている不等式なんですが、えー、と左辺は熱期間と熱浴の間の熱流の絶対値です。 右辺はですね、ちょっとこれ話すと長いんで、このシーターティンっていうのがさっき出てきたカッパーの親分みたいなものですね。まあほとんど熱伝導率を持ってください。でシグマティっていうのはこれは業界ではものすごくよく知られた量で、エントロピー生成率と呼ばれていて、これが定義です。シャノンエントロピーの時間微分と、まあ熱浴でのエントロピーの発生というものなんですが、まああのざっくり言うとこれは、あの無駄の発生率です。 どれぐらい無駄が出てくるかっていうことを定量化したのがこのシグマ T だと思ってください。でシグマ T は必ず0以上であるということはもうよく知られてたんですが、これはどれぐらいゼロじゃないかということを言っています。で、どういうふうに使うかっていうとですね、仕事率がゼロでないような熱期間があったとしましょう。でもそれはまさにさっきの、あの、カルノー期間をちょっと早くしたようなやつを思い浮かべていただければいいんですが、そうすると熱流はゼロではないです。で、熱、あの、 仕事率がゼロでないということは熱流はゼロでないですで。そうするとこの左辺はゼロじゃないです。そうするとこの θ が無限じゃない限り、で、θ は無限大じゃないので、えっ、ー、と、このシグマ t っていうのはゼロではありえません。つまり必ず無駄が生じます。熱流があると必ず無駄が出る。無駄が出ると効率が低下して、カルノン効率は達成できなくなるというわけですね。これ実はストーリーとしては、あの、 カルノ効率を少し早くしたところと完全にそっくりなんですが、あそこで見えていたことっていうのは実は相当一般的だということが、このインプルシラール白石サイトバウンドからわかります。で、このような無駄は、熱伝導率が有限である限り、どのような工夫をしても決して取り除けないということがわかったわけです。でまあ、まとめましょう。えっ、ー、と、一般的な熱期間、まあ、概念期間について、効率と仕事率が満たすトレードオフ関係を導出しました。 で、えっ、ー、と、これによって、カルノ効率を達成して、しかも、パワーが言う、パワーがゼロでないという、そういう、あの、夢の概念期間というのは、ない、ということがはっきりしました。で、えっ、ー、と、熱浴と熱期間の間の熱のやりとりっていうところから、無駄、三一と書きましたが、無駄が生じているっていうのが、この話の核心です。なので、実は、内燃期間、内燃期間っていうのは、あの、 我々の車に乗ってるエンジンとかそういうい普通のエンジンですけど内燃機関の場合はエンジンの中でガソリンをボーンと爆発させたりするわけなので熱浴が外にあって熱浴とエンジンで熱のやり取りをするっていうことが一切ないわけです。ね。 でそういった場合にはこのような無駄っていうのは生じないんですよ。だから、あの、まあ、ある意味この話っていうのは概念期間、我々のこの研究っていうのは概念期間のこう、あの、限界についての研究と言ってもいいかもしれません。なので概念期間っていうのはやっぱりこういうところで絶対に無駄が生じると。まあ、それが数理的に厳密にも示されるということですね。で、内念期間ではこういう無駄はないというわけで、まあ、これが多分その、なんていうの 新しい車はスターリングエンジンを搭載とかいうことは絶対ないんですけど、まあそれがその理由だろうと思います。それで、えっ、ー、と、だいたい喋ってきたんですけれど、えっ、ー、と、あと、まあ詳しいことにご興味がある方はですね、あの、もちろん論文をお読みいただければよくて、えっ、ー、と、論文へのリンクはやっぱりこの この、えー、ビデオからリンクしている私のページに行くとあの論文あの3人の論文ともっとその後の白石さんと斎藤さんの論文へのリンクを貼っておきました。あと、えー、と実はあのもっと詳しい証明設定と証明を解説したあのパート2のビデオもあります。えー、とただ、それはあの英語版です。で実はあの昨日英語版を作りまして、で 英語版も、まあ、2つに分けることにして、パート1は、あの、熱力学についてざっくり知っていればわかるという話で、まあ、たいこれとほとんど同じようなことをやりました。で、えっ、ー、と、パート2の方は、あの、もうちょっと、えっ、ー、と、国際会議で使ったスライドで式をいっぱい出して、あの、証明の内容まで話していますので、まあ、そっちは要するにそのガチ勢向きですけれど、えっ、ー、と、ご興味がある方はご覧ください。それではどうも、あの、最後までご覧いただきありがとうございました。さようなら。